ございます。あれ、もう始まってる。早い。早いです。おはようございます。おはようございます。すみません、ちょっとお待たせしました。あ、大丈夫です。あの、楽しみにしてて、ちょっと早起きしちゃって。わがままの中村さんです。はい、わがままの。寝起きだから、わがままの中村です。中村さんの動画とかではね、あの、あ、そうですね。ついこの間、T シャツを、あ、靴の、はい、はい、靴やってきましたね。今回は。ちょっと中村さん、時計を。はい。あ、ナキさん、時計いいっすか？あれ、そっか、僕のチャンネル出ていただくの初めて、ね、多分初めてなんで、何のつながりだろうって思う人がいるかもしれないですね。意外に中村さんつながりではなくて、そうですね、普通に、あの、いつだろう、去年とかですかね、多分そうに、お店に一回来てくださって、普通に買い物してくださってたんですけど、 その時になんか僕、なんかこんな特徴ある人見たことあるなこんな特徴多分あるでしょ、この特徴あるなと思って、あれ聞いたんでしたっけ、そう多分なんかわがままの人さんみたいな、ですよねみたいな言われて、そうですよみたいな、そうって言ってで、しかも実はその前にも実は2回ぐらい、あ、そう言ってましたよね、お忍びで来てて、てその時はなんか他のお客様がいらっしゃったんで、なんかやべえなと思ってすぐ帰っちゃったんですけど、あ、なるほど、そうそういうことっす、僕も何回かお店行かしてもらったりで、中村さんが結構負担もしてくださって、はいはい、普通に買い物してくださって、あの普通にガチで買い物来てるんで普通にあのだから買ってくれてると思います、ね、あのベルトとか、あ、そうだ、ベルト、あと木比べのやつとか、うん、あとランドジョーダンも、あ、そうランドジョーダン結構でかいよそうあとあれ最近だとバッドボーイも、あ、そうだ、ショーツもそうですよね、何のあの案件とかでもなく、普通に黙って買いに来て、ね、ただ買い物好きでみたいな、そう今回もこれすごい、あのインスタ見ててすごい欲しくて、うん、つけてらっしゃる、たぶんアクセとかに、あ、そうシルバーが好きなんで、なんかそれに合うようなやつがいいなと思って、その流れで、あれですか、コーディネートいいですか、はい、大丈夫です、はい、ということで、わがままの中村さんの本日の、はい、曇っちゃうんで一瞬マスク外して、はい、大丈夫です、はい、はい、こちらは帽子はうちのお店の別注のソラリスハットメーカーとのコラボの、バケットアットですね、わがまま別注ですね、はい、あの多分はずむくんも、あ、そう、素材ははずむくんも使ってるあのツタヤの、はい、あのカバン、あ、知らんけん、あ、そうそれと同じですね、メガネが、ジャンポール・ゴルチエのヴィンテージですね、あ、ロゴ入ってる、あ、そう、ここにロゴが入ってる、このヒゲは、ヒゲは、あの、僕とお父さんのお母さんの別注品遺伝です、あ、遺伝の別注品ですね、はい、でネックレス、ネックレスはヴィンテージですね、うん、シャツかな、ロングシャツ、ロングシャツはこれも別注で、レインメーカーの、はい、シルクのハーフコート、白のシルクですね、ちょっとなんか夏コート着たくて作ってもらったっていう、なるほど、爽やかな色味で涼しそう、そう、これ、うん、めちゃくちゃこれから真夏ガンガン着ようと思ってます、インナーは、インナーはポストエレガントっていうブランドがあって、あ、僕のお店じゃないんですけど、はい、あの透けてる、あー、シースルーみたいな、あ、そう真下にタンクトップかませてるんですけど、あ、タンクトップイノブランド、あ、そう、イノブランドです、はい、すげえ、めちゃくちゃサイズまで、そしてパンツが、パンツは一世、最近買ったんですけど、オムプリッセ、オムプリッセ、はい、です、で、その靴ですね、靴はこの最近買ったんですけど、チャージ、あ、チャージだ、はい、あ、そう、インスタ上げてましたね、あ、そういいのが、なんかあのイングチップのやつはよく見てたんですけど、うーん、ローファータイプ、確かに初めて見て、あんまり見ないかもしれないですけど、でローファー欲しいなと思ったんですけど、なんか僕っぽいのがなくて、これやっていう、なるほど、ゴリゴリだ、ゴリゴリっす、やば、ブレスレットか、ブレスが、うちで取り扱うジミンテージュリーやつ扱ってるんですけど、エルメスのタンタマーレっていう、タンタマーレっていう、タンタマーレ、タンタマーレ、まあ、いろんな呼び方があるんですけど、ヴィンテージのエルメス、まあ、シェーンダンクル3本分みたいな、1コマに2個ついてて、なるほど、すごいっていう、
で、リングが…リングがカルティエ、これは原稿のカルティエです。釘ですか？釘です。これが、これヴィンテージですね。メキシカンのヴィンテージ。メキシカンヴィンテージ。前、あの大吉さんがあの猫の話したと思うんですけど、はい、そう猫好きなんで、猫のリング。はい、細い、こっち、手前側が、エルメスのヴィンテージ。はい、あ、2個つけてるんですね。あ、そう、2個つけてて。で、こっちは最近買った、なんかヴィンテージの桜のチェリー。14金かな、のなんかチェリー。はい。リングを今、付けしてます。で、時計は、先ほど。ありがとうございます。完成しました。はい。カバンも行ってきます。カバンは、まあ、マルジェラのなんか、あの、プリント入れるやつですね。ちょっとマスクとか映って、恥ずかしいんですけど。クリアの。クリアの。はい。はい。なんか、今日のコーディネートのポイントとかってあったりしますか？そう、特なくて、いつも基本的に好きなの着てるっていう感じなんですけど、まあ、最近これから秋冬、今多分お店でも立ち上がってると思うんですけど、はい、黒はやっぱ僕すごい着たくて、黒を基調にするんですけど、まあ、でもまだ暑いんで、そうですね、まあ、軽やかさ出したいなってなった時に、まあ、モノトーンとっていうのと、はい、あとまあ全部素材感とか2色しか基本的には使ってないんですけど、はい、素材感とかあとは表情、素材の表情感をまあ変化してメリハリつけて、なるほど、はい、なんかあんまこう系統がうまく自分でも何系かよくわかってないですけどまあでも自分らしい服装かなっていうのを思ってます。ありがとうございます。はい、はい、ということで、本日はですね、わがままの中村さんに、はい、お越しされたというか、まあ、普通になんか時計屋の買いに来ますみたいな感じで普通に買いに来たって、はい、そのついてというか、はい、コーディネート取らせていただきました。ありがとうございます。中村さんは、まあね、まあ、ご存知かもしれないですけど、わがままというお店を渋谷でセレクトショップをやっておりまして、はい、まあ、主にというか、すごい別注をメインで、ね、はい、たくさんやってらっしゃるお店でございます。はい、まあ、中村さんの動画で見たことある方も多いかと思うんですけども、あのわがままさんはですね、あの YouTube もやっておりまして、やってます、最近やっと最近ちょこちょこ上げてます、ちょっと上げておりますのでぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。少しでも面白いなと思っていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。